私はもう10万人に上る私たちは侮辱の中で生きていこうかないのか。関西電力は電力不足を口実に大井原発を稼働しましたけれど、電力不足なんてのは全部嘘です。自動車エンジンで走ります。実を言うと去年と今年の1年半で。それにしても何という政治であり政権でしょうか。コンクリートから人へと言った人たちが命より原発を選んでしまったのです。私たちは命への暮らしへのこの重大なる犯罪と侵略行為の共犯者になることはできません。